自動要約はコンピュータプログラムを用いて文書からその要約を作成する処理である。作成される要約は要約の対象となる文書の最も重要な要素のみを残しているべきであり、いわゆる情報のオーバーロードに伴い自動要約に対する関心も増している。守備一貫した要約を作成するためには要約の長さや書き方のスタイル、 文法などといった点が考慮されなければならない。自動要約の応用先の一つは Google などの検索エンジンであるが、もちろん独立した一つの要約プログラムといったものもあり得る。自動要約は要約の目的や要約の対象とする文書の数、要約の方法などによっていくつかの種類に分類することができる。指示的要約は要約の元となった文書を読むべきか否かという。 情報を提供する。例えば、新聞記事の見出しは、記事全体の簡潔な要約となっており、読者に対して元の記事全体を読むべきか否か判断する材料を与えるという点において指示的要約である。一方、放置的要約は、要約そのものが元となった文章を代替しうる要約である。例えば、ニュース番組の字幕は、 聴覚に何らかの障害のある視聴者に対しては、アナウンサーによる音声の代替として機能するため、放置的要約と言える。単一文書要約は、単一の文書を要約の対象とするものである。例えば、一つの新聞記事を要約する作業は、単一文書要約である。複数文書要約は、複数の文書を要約の対象として、それらから、単一の要約を作成するものである。 典型的には Google ニュースなどのニュースアグリゲーターによって収集された同一事件に関する記事の集合を入力としてそれらの簡潔な要約を作成するものである。抽出的要約は要約の対象となる文書に含まれる単語訳、文といった単位をうまく抽出しそれらを組み合わせることで要約を作成する。一方、生成的要約は 文章を一度何らかの中間表現に変換し、この中間表現を元に自然言語生成の技術を用いて要約を作成する。そのため、生成的要約によって作成された要約には元の文章に含まれていない表現が含まれることもあり得る。生成的要約には文章を中間表現に正確に変換すること、そこから要約を生成するための自然言語生成器が 必要になるといった問題が存在するため、もっぱら研究の焦点は、抽出的要約に当てられている。現在の自動要約の中心となるアプローチは、抽出的要約である。抽出的要約は、以下の手続きに従って行われる。分分割分短縮重要分、抽出分の順序付け、他の多くの自然言語処理アプリケーションと同様に、自動要約においても、分分割は、 基本となる処理である。抽出的要約の場合は特に文を単位として行われることが多いため、文分,分割の精度は重要である。基本的には、句点などを機械的に検出しそれをもって文境界を推定するが、統計的な手法による文境界推定も行われている。文分,分割によって得られた文の短い足を作成する。文分,分割によって文書から分割された文と、 文単縮によって生成されたそれらの亜種を入力して何らかの目的関数に基づいて与えられた要約帳を満たす文の組み合わせを探索する。重要文抽出によって選択された文集合を最終的な要約として出力するため文集合に対して順序を与える必要がある。単一文書要約の場合は抽出された文の入力文書における位置に基づいて順序を与えればよい。 一方、複数文書要約の場合は、異なる文書から文が選択されている場合、そのように順序を与えることができない。そのため、文集合に対して適切な順序を与える方法が必要となる。昭和関係の取り扱い単に文を抜き出して、それらを組み合わせて要約を作成した場合、昭和関係が問題となる場合がある。例えば、以下のような二つの文があったとする、 エイブラハム・リンカーンは1809年2月12日にトーマス・リンカーン及びナンシー・ハンクス夫妻の息子として生まれた。彼の誕生日はチャールズ・ダーウィンと同じ日である。この時2番目の分がようやくに選ばれ1番目の分がようやくに選ばれなかった場合2番目の分の彼が指すものがわからなくなってしまう。このような時には2番目の分の彼を エイブラハムリンカーンに置き換える処理が必要になる。ありがとうございます。